ンポン。これってこれね。何やそのスイッチ。これは心の中、具現化装置。これをポチッと押してキーワードである具現化と唱えると、その唱えた人の心の形に応じた生物が出てくるという代物です。はあ、これを使ってみんなの心の中を暴い、じゃなく本音のお付き合いをですね。おいごめん、じゃあ押しますよ。おい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 、押しやがった。あとはキーワードを言うだけです。じゃあまずは先生どうぞ。ふふん、まあいいでしょう。この純粋貧困法制清廉潔白が服着て歩いてるような私からは変な生物が出るとは思わないですからね。うわうっちゃ。では行くぜ。具現化具現化。おいおい、ぶんつくすかんでやる。そんなん言えんのか。具現化よ具現化。ねえ、騙された。うわあか、こいつボイスロイド買ったのわけねえでしょうが、この私が具現化くらい。アホや。さてさて、二人の心から生み出される生物はどんなもんか。へへへへ、我ターボゆかり、ターボゆかりです。へへへへへ、うざい。楽器着て歩いてるようなやつが来た。あかねちゃんのは子供？なあ、うちの心は純粋ってことやろな。なんやろ、精神年齢を表しているんやろか。おい、こんにちは。あら、かわいい、こんにちは。あかりん、せやで。あかりん、好き。ちょっと何言ってるんや、この子。これは、純粋な子供やから本音が漏れ出ちゃうんか。もういいから。はい、ゆかり。はい。ゆかりもさ、やめろ。まあ、なんというか。どんな、じゃあ次はあかりちゃんですね。うちもやんの。やるよな。な、わかったわかった。まあ、あかりなら変なのは出ないやろ。そうそう、不安やけど、とりあえずやってみるか。イエーイ、せーの、具現化。ダメだ。今笑ったら殺される。うわぁ！なんで笑ったの？ねえ、今なんで笑ったの？ちょっと、茜の顔が面白くて笑いました。なんやと？とりあえずこのエドモンド本だけせや。今すぐ勝手に消えますよ。あ、そうなんか。1ヶ月後に。今なんて？勝手に1ヶ月後に消えますよ。それまでこいつの面倒は、おのおのちゃんと見てやってくださいね。てめえ、ふざけんな。お、何が出たんや？私は天使が出てきました。かわいいね。葵ちゃんはドロドロのスライム。え、ドロドロのスライム、そっか。